ムです。今日は小石さんの家に忍び込みたいと思います。もうそろそろ小石さんと結婚をしないとまずいので、今日はこのことをお伝えしないとなりませんね。ふふ、小石さん。私に似合う素敵な指輪を買ってくれるんでしょうか。いやいや、小石さんなら、もっと豪華で素敵なものを用意してくれるはずです。ああ、我慢できないです。今すぐ行くです。小石さん、入りますよー。でももう入っちゃっていますが。小石のお友達たくさん、この子と付き合う。小石さん。もうすでに浮気なんかしていて。嘘でしょ？私と結婚すると決めたでしょ？なのになんでなんで、浮気しちゃうのです。理論上おかしい話ですよ。小石さんは私のことが大好きなのは承知なじょう？なのに簡単に浮気をするなんて到底思えないわず。小石さんは私をおちょくるためにわざとあんなことをする人なんですね。それでも私には浮気されたと同然なのですよ。小石さんが浮気してほしくないですよー。いつになったら、小石さんは浮気をやめるんですか？私は小石さんのことが大好きなので、浮気は認めないし、してほしくない。小石さんの自由は私にもあるのですから、誰にも取られたくないってことも私にありますから。にょんにょんにょん、こうなったら、何が何でも小石さんを取り返すぞ。小石さん、私が来ましたよ、ヨウムが。わーい、でっかいお姉さんだ。小石さんは、小さくなってる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 。なんで、なんで小石さんがそんな小さい姿に。いつもなら大きいわずですが、は、ロシア。小石さん、そろそろ私と結婚しよう。そう、君の美しさはあのダイヤモンドだよ。まあ、素敵。小石さん来たら、そんなこと言っちゃって、もう、私嬉しいですよ。そんな小石さんが大好きラブラブ。Thank you.